ケプラー14ビットとは地球から見てこと座の方向に約 980pc 離れたところにある連星。ケプラー14の主星である F 型主系列星のケプラー 14A を公転している太陽系外惑星である。ケプラー14ビットは木星の8.4倍という大きな質量を持つが半径は木星の1.14倍しかない。公転周期は6.79日である。 この惑星は、ケプラーミッションにおいて発見され、2009年3月の段階でケプラー4ビットやケプラー8ビットと同時期に発見されていたが、再調査なしでは、その発見を確たるものとすることはできなかった。ケプラーミッションの視線速度による測定のみに基づくと、ケプラー14が連星系である事実はわからないため、もし、ケプラーミッションのチームが連星系である事実に、 気づかなかった場合、ケプラー14ビットのデータはかなりずさんになっていたと考えられる。NASA の探査機ケプラーは2009年3月に始動され、0.95メートル、シュミット式望遠鏡を使用し4ヶ月以上もの間、狭い範囲内の速攻観測を継続的に行った。この期間内に観測されたデータは解析の結果15万。 もの構成のうち1235個の惑星の候補が見つかった。その惑星候補はいずれも主星の前を通過する現象、トランジットを周期的に起こすことが確認された。このトランジットは主星の現行によって確認できる。主星濃い -98 に見られる現行から惑星の存在は明らかであったため濃い -98 はケプラーミッションにおいて早期に惑星があると 報告された。これを確認するため、マイ -98 に関するデータは、後のケプラーフォロー、アップ、プログラムという再調査を行うプログラム宛てに送られた。2009年10月、カナリア諸島の北欧工学望遠鏡のフィースというエシェル分光機が運用され、ドップラー分光法を使った速攻観測から情報を収集した。また、 WM 結句点問題のハイヤーズも運用された。ウィン点ン問題によるスペックルイメージングでは、主成濃いマイナス98は、連成形をなすことが分かり、その解析は複雑となった。2009年11月に、MMT 点問題のアリエス、2010年7月に、パロマー点問題の200インチヘール望遠鏡に、搭載されたハロキン赤外線カメラが使用され、 保証工学により、ウィン天文台による発見が確認された。ケプラーが発見した惑星候補天体の中では早期に惑星であると疑われたが4ビット、5ビット、6ビット、7ビット、8ビットが公表された時には含まれず、さらなる調査が必要とされた。科学者らはこのトランジットの信号が連星形内にあるかもしれない隠れた3番目の構成から発せられたものである。 可能性を模索した。しかし、スペクトルの分析からその仮説は否定された。2010年8月7日、ケプラー14連星系の重心を求めるために、スピッツァー宇宙望遠鏡のイラックが使用された。得られたデータの分析によりトランジットの兆候が見られたのはこの連星系で、連星系の番星ではなく主星で起こっていることが分かった。ハイアーズと フィースで収集されたデータからは、主星のデータを得ることができた。視線速度を除けば、主星から得られたデータは、ハイアーズとフィースで一致していた。構成のパラメータから、ケプラーミッションのチームは、ケプラー14ビットが、本当に惑星であることが分かった。ケプラー14は、連星系で2つの構成が重心を共有して、その、周りを交点している。この連星系は、 主星ケプラー 14A と番星ケプラー14バイトで構成される。ケプラー14ビットの観測当初は、連星系の各距離が小さいため薄暗い番星を見つけるのは困難だった。連星系の構成はそれぞれ重心の周囲を2800年かけて一周し、地球からは980%の位置にある。ケプラー14ビットの構成は、主星ケプラー 14A である。 しかし連星系は非常に密接しているため、ケプラー14ビット発見当初は2つの構成の特徴を区別することはできなかった。もし、ケプラー14が連星でなく1つの構成からなっていた場合、スペクトルが台風の構成で質量が太陽の1.512倍、半径は2.048倍となっていた。連星系の主等級は12.12 12で肉眼では見えない。 年齢は、恒星の回転から22億歳と推定され、太陽よりも若い。また太陽よりも厚く表面温度は 6395K にまで達する。金属量 FEH は0.12で、太陽よりも32%金属を含む。惑星ケプラー14ビットは、ケプラー 14K 内において発見された唯一の惑星である。ケプラービットは、 連星系の内主成ケヘプラー 14A を公転しており、ケプラー14アブとも言われる。推定では、質量が木星の8.40倍、半径が木星の1.136倍である。質量と半径により密度は7 1 g 毎立方センチメートルに求まっておりかなり大きい。軌道離心率は0.035で、円軌道に近い軌道をとっている。 主星を降転するには6.79日かかり、主星から 0.0771au 離れた場所を降転している。ケプラー14ビットの発見を報告した論文の著者はもしケプラー14が連星系であることに気づかなかったら、ケプラー14ビットの数値は極めて不正確だったであろうと研究した。また彼らは視線速度法で発見された惑星には、 伝生系であることを考慮に入れていないものがたくさんあると述べており、ケプラー14の場合、高解像度の画像からしか明確にわかる方法はなかった。もし、ケプラー14伝生系に目立った部分が発見されなかった場合、質量は60%近く誤り、半径も10%小さくなると考えられている。ありがとうございます。